招待状は届いたか？きちんと名前が書いてあっただろう。その必要はない。私が紹介する。それに、私の恩師や旧友は、前々からこの真空ハンター殿に会いたがっていた。まさか。パーティーに適した服は持っているのか？着ているのを見たことがない服ばかりだな。任務のため？少し派手ではないか。ずいぶん凝っているな。だが今回は普通のパーティーだ。武器の出番はないだろう。大丈夫だ。普通の服でいい。オーラならお前の存在自体で十分だ。まだ時間も早いから近くのショッピングモールに行ってみるか。ある。二人で出席する以上、パーティーにふさわしい勝負服を一緒に新調した方がいいだろう。私も必要なんだ。付き合ってくれるか？商業施設にとってこういう行事は逃せないものなのだろう。どこでもいい。こういう方面には疎いんだ。あそこはどうだ？ああ、商品も悪くなさそうだ。では、実地調査と行こう。いらっしゃいませ。結論は出たか？ならば立場を変えて、互いに相手の服を選ぶというのはどうだ？これなら似合いそうだ。では他の服を見てみよう。無理しなくていい。まだ時間はある。お前に合うドレスをゆっくり探そう。着心地は悪くない。なぜ黙っている？少しフォーマルすぎる気もするが。おだて上手だな。この店の販売員になれそうだ。あとネクタイがあればな。最も弱い部分を抑えられた時の本能的な反応だ。終わったか？
意外だな。お前がこれほど器用だとは思わなかった。つまり私はお前の獲物になっていたわけか。ありがとう。今回のパーティーで5分間のスピーチを頼まれていてな。あと少しで終わる。いや、実はもう3回も書き直している。そんなに意外か？これはとても重要な章だ。業界がこの研究の方向性に賛同していることを示している。だからこそ、お前にも一緒に参加してほしいんだ。スピーチ程度で緊張などしない。司会者はそんなにハイテンションではないと思うが。何を言わせたいんだ？医学とは果てしない旅のようなものです。私は幸運にも先人が足を踏み入れていない道を見つけましたが、まだまだ先は長く、前へ進み続けていかなければなりません。他とは？そうですね。多くの人に感謝を伝えたいです。ご指導いただいた恩師、人類の健康のために尽力する仲間、私を信じてくれている患者の方々、そして、いつもそばで支えてくれているあの人に。今、私の目の前にいる人だ。あと1時間だ。そろそろ出発しよう。10分前から悩み続けているようだな。これにするといい。今日の服装に一番合っている。つけてみればわかる。じっとしていろ。想像通りだ。お褒めに預かり光栄だ。手術に比べればまだ簡単な方だからな。これは香水？悪くない。この口紅と同様、互いのトレードマークにするのにちょうどいいと思っただけだ。おお、レイじゃないか。久しぶりだな。
こちらは仁和病院のチャン先生だ。かつての同級生でもある。はじめまして。レイから大噂はかねがね。それは本人から直接聞いた方がいいと思うな。でも確かに彼が言っていた通り優秀な方みたいだね。特に何も言っていない。行くぞ。あそこにいるのが私の恩師だ。緊張しているのか。医学界はそれほど広くない。単なる偶然だ。それに見たところ、恩師たちは教え子である私よりお前の方が気に入ったらしい。いや、嬉しいんだ。踊らないか。大丈夫だ。どんな時でも私がお前のペースに合わせる。